分かったお前がそこまで言うなら俺は見守ることにする見守るね体育祭の時みたいに勝手にフォローされるのはもうごめんだわ気づいてたのか薄すだけどね私が失敗する前提で動いていたことには腹が立ったけど実際その通りになったから反論はしないわそれは悪かったなだけどん あなたがいなければ、私は今頃。ありがとう。ものすごく回りくどい例だな。